ルイ2世、ドラ・トレモイユ、ドメニコ・ギルランダイを攻防による、肖像がルイ2世、ドラ・トレモイユは、フランスの貴族、将軍。フランス王シャルル7世の長身ジョルジュ・ドラ・トレモイユの、孫、トゥアール・シシャク・タルモン公、筆頭児獣、ルイ1世、ドラ・トレモイユとその妻、マルグリット・ダンボワーズの間の息子として生まれた。1485年に始まった。 同系戦争では、国王軍で中心的な役割を果たし、反乱の首謀者の一人ブルターニュ公フランソワ2世を追い詰めた。1488年のサンイコール10番イコールデュコルミエの戦いで、反乱者に対して決定的な勝利を収め、ブルターニュの独立に実質的な終止符を打った。イタリア戦争の遠征にも何度か従軍し、1495年の コルノーボの戦いや1509年のアニャデドの戦いに参加した。カンブレイ同盟戦争中、1513年のノバーラの戦いでは、フランス軍側の司令官を務めたが、スイス人傭兵隊の待ち伏せ攻撃に遭い、悲惨な敗北を喫失した。1515 15年のマリニャーノの戦いでは、勝利に貢献した。1525年、パビアの戦いにおいて、 フランス軍の陣営が1500人のスペイン軍、アルケブス十部隊に襲われた際、フランスは一世王を守るために、他のフランス人将兵と共に奮戦するが、敵兵に心臓を打ち抜かれて馬から落ち、絶命した。家督は、孫のフランスワが継いだ。1484年7月28日に、モンパンシエールイ一世の娘がブリエルド・ブルボンと結婚し、 一人息子のシャルルを設けた。1517年4月7日に、バランティノはコーチェーザレ・ボルジアの娘、ルイーザ・ボルジアと再婚するが、間に子供はなかった。ありがとうございます。